ただいまですね、大聖人のご誕生800年ということで、まあ、法要を報酬させていただいたわけでありますけれども、まあ、今日はそのご誕生、大聖人のご誕生ということに寄せまして、人は生まれによってではなくてですね、どのように生きるのかということの方が大切であるということを、まあ、少々お話をさせていただこう、このように考えております。皆様はですね、例えば自分が別の時代または別の国に生まれていたらよかったというふうにですね、考えられるようなことはなかったでしょうか。まあ、例えばですね、自分は勉強はあまり得意じゃないから、戦国時代なんかに生まれてですね、波乱の時代に生まれていたら、もしかしたらですね、この腕っぷしで、のし上がることができたかもしれないなとかですね、思われる。またはですね、女性であれば、自分の顔はどちらかというと今の時代には向いてないみたいだけども、もしかしたら平安時代に生まれていたらですね、こうふっくらした、下ぶくれていたらあるんですけども、よくモテてたんじゃないかとかですね、そんなことを思われるというふうなこともあるかもしれません。まあ、そのように、自分が別の時代または別の国に生まれていたというふうに考えることはよくあることで、まあ、私もですね、この、田舎のお寺、息子として生まれているわけでありますけれども、もしですね、釈尊のような、昔の大昔のインドの王子様として生まれていたら、人生がですね、もっと大きく変わってたんじゃないかと、ね、思ったりするわけであります。それは、冗談になりますけど、それではその生まれということについてですね、日蓮大聖人はご自身のお生まれについてどのように考えていたのでしょうか。日蓮大聖人はですね、ご自身の生まれについて、例えば自分がどのような家に生まれたかということであったり、またはその幼少期ですね、どのように過ごしていたのかということについてはほとんどお手紙の中で触れられておりません。ですから、私たちは大聖人の生まれであるとか、または幼少期について、知ることはほとんどできないわけであります。まあ、伝説のようなものがですね、残っておりますけれども、ほとんどが後世において作られたものであるというふうに言われております。でその大聖人のお生まれについて、ほとんど語られていないんですけれども、中にはですね、少しだけそれに近いものが書かれている御書がございます。これは佐渡五感記章という御書の中でですね、これは大聖人が佐渡島に流刑にですね、流されるわけでありますが、その時にその大聖人のことを心配されているお弟子さんであるとか、またはそのご信徒たちに対して宛てられたお手紙であります。そのお手紙の中で大聖人はですね、命を捨てるようなことがあってこそ仏になれるのだろうと思うと、自分はこの日本という国の東国の天の国の海辺の千駄良の子であると、そして自分はその千駄良の子として生まれてですね、ただ無意に死んでいく命であったところをですね、法華経のために命を捨てることができていると、それはまるでですね、ただの石ころが金になる、黄金になるようなものではないかと、このような表現もされております。このお手紙の中で大聖人はご自身のことを千駄良の子というふうに表現されております。この千駄良という言葉でありますけれども、これはインドにおける身分制度ですね、有名なカースト制度というものがありますけれども、そのインドではカースト制度の中にも入らない一番最低限の身分のことをチャンダラというふうに言ったそうでありまして、そのチャンダラがなまって千駄良というふうに、昔の日本ではですね使われておったというわけであります。ですから大聖人はそのお手紙の中で、自分はこの社会の最低限ですね、一番底辺の生まれなんだと、このように書かれております。それをじゃあ本当にそうなのかということでありますけれども、おそらくですねそうではないと思われます。
それが大聖人が出家をされた、その、まあ、清張寺というお寺の、まあ、当時の状況であったりとかですね、または大聖人が築かれていたその後の人脈などをですね、見ると、おそらく大聖人はそれなりのですね、地位にあられたお家で生まれているというふうに推測されるわけでありますが、にもかかわらず大聖人はお寺の中で自分は最低限生まれなんだ、家に生まれたというふうにおっしゃったんですね。まあ、それを聞いたおそらくお弟子さんも、その信徒たちもですね、一体この人は何を言ってるんだろうかというふうに思われたと思います。実際はそうでないということが当時の人は当然分かっていますから、しかも先達の子であるということは自分の親が社会の最低限の人間だというふうに言っているのと同じですから、まあ、取りようによっては自分の親を貶めるような表現でもあるわけですね。まあ、ですからおそらくですね、当時の人たちはとてもその表現を見て驚いたと思いますが、そういった、まあ、捉え方を抑えてもなおですね、大聖人がそこで先達の子であるというふうに言われた、その、まあ、意味というのは何なのかということをですね、私たちは考えなければいけないと思います。で、私はですね、その大聖人の表現の意味というのは、一つにはその生まれというものなんか何も関係ないんだと、例えば人が成仏するとかしないとかいうふうな大事の前ではですね、どこに生まれたのか、またどういう家に生まれたのか、どこの国のどの時代に生まれたのかは関係ないんだと、どこの国に生まれようとも、どの時代に、そしてどの家に生まれようとも、我々は成仏できるんだということをですね、そういうメッセージを込めて、その先達の子という表現を使われたのではないか、まあ、私はこのように思っております。そして、まあ、同じようなことはですね、実はお釈迦様もおっしゃっておりまして、スッタニパータというですね、古いお経があるんですけども、そのお経の中にはですね、次のように書いてあります。生まれによって癒しい人となるのではなく、また生まれによってバラモンとなるのでもない、行為によって癒しい人ともなる、行為によってバラモンともなる、このように書いてあるんですね。要するにこれは、まあ、先ほど大聖人の言葉と似ておりますけれども、生まれによって人の生き方というものが変わるわけではなくて、その行為ですね、要するに何をするかということによって、その人の評価というものが変わってくると。まあ、バラモンという言葉が出てまいりましたけれども、これはインドで聖者とされる聖職者のことでありますけれども、そのバラモンという高い身分に生まれたとしてもですね、その人の行為が癒しい行為であったらですね、その人は癒しい人として見られてしまったと。そしてまたその逆もしかりであるということを、まあ、お釈迦様も説いているわけでありまして、そのことからもですね、私たちはその行為、何をするかによってその人は、まあ、測られるべきであるということを知らなくてはいけないのではないかな、というふうに思います。まあ、私のことを考えましてもですね、まあ、私はこのお寺の息子として生まれたから僧侶なのではないと、まあ、このように思っております。僧侶ではなくてですね、その僧侶としての行い、僧侶としての行為というものを、まあ、積み重ねることによって、あ、この人は間違いなく菩薩だというふうに人々に認めてもらえる、このように思っております。ですから大事なのは生まれではなくて、何をするか、どのように生きるかということであろうかと思います。また親子の関係なんかでもですね、母親というのはお腹を痛めて子供を産んだらそれで母親というわけではないと思います。そうではなくて、やはりその赤ちゃんに食べ物を与えたり、また温かい寝床を与えるとかですね、おしめを変えるとか、まあ、お風呂に入れるとかですね、さまざまなこう世話をすることによって、その人は母親として認められ、また子供からもまた母親として慕われることになるかと思います。まあ、これは父親にも同じことを言えると思いますけれども、そのようにですね、大事なのは何をするか、行為によってその人がその立場の人になっていくということであります。まあ、皆様におかれましてもですね、それぞれでも、例えば社会においても立場であったり、または仕事場におい
つくとかですね、いろいろあると思います。しかしですね、その役職に就いたことはその人が認められたから役職に就くということもあると思いますけど、それよりも大事なのは、その役職に就いた後に何か役割を与えられた時に、それにふさわしい行為をしていく、続けていくということが何より大切になるのではないかな、ご自身に思っております。本日は日蓮大聖人のご生誕800年という記念に際しまして、先ほどから申しましたように、どのように生きるかということが大切である、どう生まれたかではなくてですね、どのように生きるか、またどのような行為を行うのかということによって、私たちの人生は石ころにもなるし木にもなるんだというようなお話をさせていただいた次第であります。皆さんもこの800年というですね、まだ2月でありますので、この1年が大聖人に対するご訪問の1年であるというふうに心に留めていただきまして、ご訪問の招待を日々行っていただければ、その行為によって皆さんですね、成仏に導かれるのではないかな、このように思っております。本日は誠に、ご清聴ありがとうございました。こんにちは、副住職です。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画はご覧いただいたように字幕をつけています。複数の方から字幕があった方が見やすいのではないかというアドバイスをいただきましたので、つけてみたわけでありますけれども、いかがだったでしょうか。字幕があって見やすかったとか、または文字情報が多くて少しうるさかったなどですね、感想をコメントに書いていただければ、今後の動画作成にフィードバックしていきたいと思いますので、ぜひとも感想をお寄せいただきたいと思います。この編集後期では、私が何を考えて動画を上げているのかってことなど、動画だけでは伝わらないことを話していこうかなと。いうふうに考えていますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。